ラジオネーム春のハイキュー祭りさんからいただきました。おーシールでも集めるのかな。あゆむさん、カイトさん、お願いします。お願いします。アニメ放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。第1話、すごくすごーくすごーく感動しました。おー、なるほど。仲間とバレーができる喜び、コートに立てる喜び、対戦相手がいる喜び、負けない限り決して諦めない強い心、純粋にバレーを楽しむひなたの姿に胸を打たれ、最初から最後まで泣きっぱなしでした。おー、最初から。うん、歩さんのひなたも影山さんの、あ、違う、海人さんの影山も、おー、影山さんの影山もね、影山さんの、違う、影山しかいねえ。やっせー、海人さんの影山も熱くてかっこよくて爽やかで、映像でも声でもビシビシと熱気が伝わってきて、ありがとうございます。鳥肌が立ちました。さまざまな演出の数々からキャストの皆さん、スタッフの皆さんの愛を感じて、原作ファンとしてもすごく嬉しいです。もちろんファンもハイキュー愛負けてないよ。です。わらですわらですわらがついてる。すごい、いや、もうそういう、そう、あ、本当にそういう落としどころがね、ちょっと分かったね。おー、ありがとうございます。ありがたいね、すごい、うん、本当にね、あの影山演じる影山もね、そうそう、あのね、そうだね。なんなんだろうね。でも僕もさ、あのアニメ1話の最後の日向が影山に話しかけに行くシーンはさすがに泣きました。僕アフレコ中も実は後ろでジーンと来てたんですけど、もうね、さすがにオンエア見て音ついて動いてる彼らを見たらもうさ、うん、もうやばかったですね。あれさ、日向の気持ちとしてもさ、影山の気持ちとしてもさ、どっちに移入してもさ、泣けるんだよね、すごく。お互いになんかじれったいって思う部分もあるし、悔しいって思う部分もあるし、うん、1話ね、本当アフレコ家で見た。見ましたよ、ね、アフレコは家では見てないですけど、オンエアは家で見ましたね。作った方がいいですか。いや、作るの作る、絶対作る。あ、マジか。あ、なんかオンエア見た時にさ、すごいやっぱ、あ、あの音とか 絵がすごい綺麗についてるって思ったんだけど、何よりやっぱりその感情の動きがさ、一回時間が経ってからまた自分たちが作ったものを全体像として見ると、すごくこう伝わってくる、ジーンとくるものがあって、よりね、やっぱりあそこは泣けるよね、本当に。泣けますね。すごいよかったんだよね。まあそんな感じで次のメールをいきましょう。ちょっとしんみり、いや、言いたいんですけど、たくさんメールをね、あの紹介したいんで、せっかくなんでね。